なでしこジャパン、日本女子代表、の一員としてパリ五輪に出場した DF 北川光は、8月19日にスウェーデン女子一部 BK ヘッケン FF への移籍が決まった。9月7日にホームデビューを飾った際の写真をインスタグラムに投稿すると、なでしこジャパンの MF 長谷川優衣、マンチェスターシティからツッコミが入っている JFA アカデミー福島から浦和レッズレディース。 アルビレックス新潟レディース、アイナック神戸レオネッサでプレーをした北川は今夏、海外遺跡を前提にアイナック神戸を退団。8月19日にスウェーデン一部 BK ヘッケン FF への遺跡が発表された。パリゴリンのグループリーグ第3戦ナイジェリア戦では、その左足から鮮やかな直接フリーキック、FK、ダンをマークした北川。 8月26日の第16節 FC ローゼンゴード戦、1から0でスウェーデンデビューを飾り、9月7日のリーグ第18節アイクフットボール戦が移籍後初のホームゲームとなった。北川はスタメン出場で後半18分までプレーし、チームも4対0で解消。その中でインスタグラムに、初めてのホームゲーム、勝てて嬉しいです。応援ありがとうございましたと綴り、 計5枚の写真をアップした。北川がエスコートキッズとピッチインする様子やチームの集合写真、試合後の喜びのカットなどが並んだ中、なでしこジャパン MF 長谷川が反応したのが試合中の1枚で、北川の代名詞とも言える笑顔ではなく、真顔な表情となっている。